理化学研究所の、大谷です、本日はこういうテーマで、統合化推進プログラムの、生命動態システム科学のデータベースの統合化の中で、我々が、開発したあるいはしている内容を、説明したいと思います。それで、私のお話をするときに最初に、この生命動態システム科学って何ですかって話を始めないと、話にならないことが多いので、まずこちらから話をします。この、新しい生物学の分野なんですけれども、生命動態システム科学という分野が、最近、非常に推進されております。それで、この分野はどんな分野かといいますと、生命を動的システムとして理解し操作する生命科学ということで、どっかで聞いたことがあるような感じですが、基本的にその欧米とかではシステムバイオロジーの、一つ の, その、領域というふうにも捉えられているような分野とおりまして、もうちょっと噛み砕いて言いますと、どういう方法論なんですけれども、複雑な生命現象の動態を、時空間を有する先端計測と、それから、高精密モデリングをもとにインシルコとインビトロで再構成していくという方法論をとる、サイエンスということになっております。それで、こういうことはですね、要は、どういうことかといいますと、バックグラウンドとしましては、一つは、こちらですね、つまりその最近 の, その、顕微鏡技術等の発達によってですね、時空間情報を有する、生命の情報ですねが取れるようになってきたという背景がありまして、それから、最初に木寺先生がお話しいただいたような感じで、そのハイパフォーマンスコンピューティングとかで、モデリングというのが、生命科学で重要視されてきて、タンパクのレベルから何とかして細胞組織に持っていきたいというその野望が、この2つが、組み合わさってこの分野ができてきているというような感じで、これまでのその分子生物学をその中心とした生物学の理解をこんな感じで、そのちょっとしたスタティックなイメージだとすると、この分野での生命の理解ってこういう動的な、ちょっと止まってますから大丈夫ですね、動的な形で、生命を理解していきたいというようなことで、今後の生命分野で、中核になっていくものとして非常に期待されている分野です。それでこういう分野をその私が所属してます理研 の, そのキュービックも、この推進策の中で動いてるんですけれども、この分野で行われる活動をですね、見ていきます と,、新しいタイプのデータが出てきていると。でそれはどういう、その今まで生命科学の分野ではなかった新しいタイプのデータなんですが、それはどういうデータかといいますと、時空間情報を数値として持っているようなデータが、実はこの分野の中核を成しているデータになってくると。それで、それは実際どういうふうなところから出てくるかというと、先ほども申し上げましたように、その実験計測から出てきているその4次元的な動態、そして、シミュレーションの方から出てきているような、この2つのタイプの、出元が大きくはあるんですけれども、こういう、データが、その解析の中心になってきていると。でそのデータがどんな感じに使われるかっていうのもいろいろ見えてくるとですね、やっぱり今までの生命科学では全然行われてなかったような切り口が見えてきたと。で一つは、もちろんそういう数値化された情報があります。それをコンピューターを使うことでいろんなことができるわけですけども、一つは、ビジュアライゼーションですね、いろんな見方をすることによって、その人間の直感に訴えるような見方をすることで、今まで考えてもいなかったようなアイデアが出てくるようなこともあります。それからもともと数値化されています、今まで顕微鏡を見てスケッチしてたような話をですね、もっとその、オートマティックにやることができる、つまり今まで実験者がやってたことを自動的にやることができる、表現型解析の最たる例なんですけれども、そういうことができるようになってきた。そしてさらにはですね、情報がやはり、コンピューターの中に入っているということですので、しかも動態の情報が計算機がマネージできる状態で入っているということなので、今までその人間が考えもしなかったようなですね、解析、実際問題は動態の中の癖みたいなものを統計的に解析することによって、これ実は発生のプログラムを、予測した例なんですけれども、そういうことができるようになってきていると。つまりそのこういう新しいタイプのデータが、その新しいタイプの計算科学的なその生命科学の解析を可能にして、新しい知識を出してくるようなことが、実際できるということが例が上がってきています。それで、これは実験のデータの例で出してるんですけども、そのシミュレーションを元にした場合 の, その時空間データも、時間がないので詳しくは話しませんけれども、同じようなことがやはり言えていて、実験データと組み合わせることによって、モデル自体がリファインされていくという、例えばその木寺先生がおっしゃってたような話が実際に起きつつあると。
まあ、このようなことがですね、今お話しして、ご紹介したようなその生命動態システム科学で出てくる新しいタイプのデータによって可能になってきたわけです。で、じゃあこのような、大変、まあ、少なくとも僕は期待しているんですが、この生命動態システム科学の新しいタイプのデータなんですが、今のところ、まだ、いや、つまり新しい分野であることで、それほど多くはありません。でデータベースの数も多くはないんですが、これから非常に急速に数が増えていくことが予想されます。ですので、今のこのタイミングであるならば、つまりまだ、数が少ないうちにですね、その、統合的なルール決めのようなものを作ってしまえば、これがどん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 膨らんでいくうちにですね、その、まあ、同じような規格で整備されたデータが溜まっていくような状態、つまり統合されながらデータの数が増えていくというかなりいい状態が作れるんじゃないかと。でそれはまあ残念ながら今までの多くのデータベースの統合化プロジェクトというのはデータベースが乱立してから統合しようとしたので結構大変なことが多かったと思うんですけど、その難しさをだいぶキャンセルできるんじゃないかというアイデアのもとにですね、今このタイミングでまだデータベースの数がそれほど爆発してない体制の状態で、いろいろなルールを作って今後の、データの数の爆発に備えましょうというのが我々でやっているプロジェクトです。それですので、まあ、この、こういうタイトルでですね、データベースのプロジェクトを我々やらせていただいているんですが、目指しているのは基本的には2つで、1つ目がその我が国のこの分野の、全てのデータベースあるいはデータを統合する、まあ、いわば体制とか仕組みとか決まり事をちゃんと作ってあげるというのが一つの目標です。そしてこの決まり事のもとでですね、その全てのデータベースをもう統合してしまう。でまだ進行分野ですから全てをやることが可能であろうというふうに考えております。そして、まあ、せっかくそういうことをやるわけですから、別に我が国の中で留めておく必要はありませんので、これをエクステンドして、全世界のこのタイプのデータを統合していこうというふうなプロジェクトを考えています。それで、先ほどちょっとご紹介もいただいたんですが、我々は実はその昨年度からプロジェクトを始めさせていただいておりまして、今が、ここです。ちょうど真ん中折り返し点についたところです。それで、プロジェクトの、プランとしましては、まあ、最初に当然ですけれどもその仕組みを作ってあげて、それで、2年目、まあ、今年度からその実際の統合をして最終的に3年目で、まあ、2つの3年目に存在する全てのデータを統合してしまうというふうな計画でやっております。それで、ここにまあ利権の中のデータを統合する、そして外って書いてるのは、まあ、結局理化学研究所、私のいるセンター理化学研究所のキュービックというのは、この生命動態システム科学を、まあ、推進するためにこう作られたセンターでして、ある意味そのこの分野のショーケース的な要素があります。ですので我々のセンターの中の、データというのを、まあ、いろいろ繰り返してですね、こんなのあるのかなとかってやりながら仕組みを作っていけば、しかも身内ですので結構失敗も許されますので、まあ、やってある程度ちゃんとした安定的なスキームを作ってから、まあ、外の皆さんに実際に、迷惑がかからないように、適用していきましょうというのが、アイデアですということですね。まあ、ちょっとここのラインなので、あれなんですけれども、これまでですね、1年半の間で我々がやれてきた成果等を、この場では、ご紹介させていただきたいと思っております。で、まず、最初に体制、決まり事を作るということですけれども、まあ、僕が勝手に作るわけにもいかないので、それはやはりこの生命動態システム科学という分野のコミュニティの合意のもとにですね、全てが、展開されるような仕組みを作ろうと考えました。そこで、ここは実はですね、今この我が国におきましては、3つのアクティビティがこの生命動態システム科学の分野を推進する策として、ファンディングされています。それが、まあ、1つが我々のセンターなんですけど、もう1つが、JST のクレストの1領域、そして、昨年度から始まりました、文科省の推進拠点というプロジェクトがあります。ですのでこの3つが、まあ、その日本におけるこの分野のドライビングフォースになっておりますので、ここの分野の、まあ、代表
研究者の方に、まあ、その要はブレインとして入っていただいて、我々の施策やろうとしていることをサポートしていただこうということで、お願いして、まずプロジェクトグループというのを作らさせていただきました。それで彼らの、まあ、要は、要望を聞きながら、批判を浴びながら、我々のプロジェクトを、推進していきながら、要はコミュニティとしての体制を作ろうというふうに、動いております。それで、まあ、こういう体制が整いましたので、実際に今度はじゃあ、システムの方ですね、仕組み、今度はその、機械としてのシステムというか、データベースとしてのシステムの方を、作り出しております。それで、そもそも統合っていうのにどんなことをするんですかということなんですけれども、その一つの答えとして、これはこれが全てではないんですが、最低限やろうとしているお話なんですけれども、こういうことをやろうとしております。つまり、まあ、簡単に説明しますと、ここに、まあ、一つの私どもの例えば作っているデータベースがあるとしますと、我々の例えばその実験をもとに作ったデータベースというのは、その数値情報を持っているんですが、その数値情報は大抵その画像から、まあ、画像処理等で作っているので、画像が、付随したと思います。それからどういう実験をしたかというデータ情報が入っている、こういうのが、まあ、大抵データベースの一つのセットになっておりまして、ここから今度は、この数値情報を解析した、まあ、結果、例えば表現型解析の結果、運用が、まあ、その解析結果データベースのような形で、存在することになります。これがですね、まあ、各研究所、あるいはラボごとに、まあ、存在するような状態だと思ってください。それで、現状はですね、やはりこの、例えば画像のフォーマットもそうですし、こういう数値のフォーマットも全部、各プロジェクトごとに違うフォーマットで書かれております。ですので、まあ、例えばこの数値情報を解析したソフトウェアは、他の人が取ってきた数値情報には使えない状況になっています。で、こういう状況を解消しよう。つまり数値情報とか画像情報を全部その一つの統合したフォーマットで表現するようにしてあげればですね、あらゆるラボが出てきたから出てきたデータが全部同じフォーマットで表現できる。そうすると、一つの解析ツールを作ってあげれば、まあ、これら全部に対応できますので、まあ、研究の効率化が図れると。で、もっと言うと、例えばその我々は線虫という生き物を主に実験対象に使ってるんですけど、例えば線虫のその動態のデータと大腸菌の動態のデータを比較するとかですね、そういうちょっと今まで考えてみなかったようなことができるかもしれませんし、あるいはその、まあ、1個のフォーマットを覚えればいいだけですので、まあ、数学者の人とか情報科学の人がとっつきやすくなって、まあ、我々が思いもしないアイデアを出してくれるかもしれない。ということで、最低限やろうとしていることとして、そのフォーマットの統一というのを考えています。で、このフォーマットの統一を、まあ、実際に実現するために、この1年半ぐらい開発しておりまして、BDML というデータフォーマットを開発しました。で、これはポスターで、強化した、ちょっと忘れちゃいましたけれども、詳しくは解説する人が出ていますので、ぜひ、伺ってほしいんですけど、基本的には XML の形式で、動態、生物の動態を表現できる統一フォーマットです。で、統一フォーマットっていう必要、いう以上は、いろんなものが突っ込めなきゃいけない。そこで、最初に我々がやったことはですね、まあ、当初言いましたけど、我々のキュービックっていうセンターは、その、生命動態システム科学の、まあ、ショーケースのようなものということですので、まずそのキュービックの中で、まあ、今後、今、プロダクションされている、あるいはされる予定のですね、データをサーベイしました。それで、まあ、ここご覧になると分かると思うんですけども、大腸菌からマウスから、まあ、なんかよくわからないのも含めてですね、いろんなタイプの、しかもその、細胞の核のデータだったり、シングルモレキュルのデータだったり、マススペックのデータだったり、さまざまな動態のデータが出てくることが、まあ、調べてわかったんですけれども、これらの中のですね、ほとんどのデータに、まあ、これ青いものが対応しているものなんですけれども、対応できるような、まあ、フォーマットを開発しました。で、実際には、まあ、例として書いてるんですが、まあ、一分子の動態から、まあ、遺伝子の発現量の動態、そして、まあ、ストラクチャーですね、細胞核の動態とか微小管の動態とか、そして今度は個体の行動の動態とか、あるいはその、大腸菌が分裂して増えていきますみたいな生育の動態とか、まあ、死ぬことも含めて動態だと僕らは捉えてるわけですけども、こういう、ちょっとヘテロに見えるような、でも動態の情報をシングルフォーマットに突っ込むことができるような、
BDML という、まあ、今バージョン 0.15 というものになっているんですけど、このバージョンではこういうものが突っ込むことができます。で、まあ、そうやって、いろんな動態をですね、このフォーマットに突っ込んであげますと、これはその BDM フォーマットに、突っ込まれた、この動態の情報を可視化した、絵なんですけれども、後でもうちょっと動画をお見せしますけれども、一つのソフトウェアで、つまり共通のソフトウェアで、こういうさまざまな、これ大腸菌のシングルモレキュラの動態で、これは例えばその核の動態なんですけれども、そのさまざまな生物のさまざまな、ターゲットに対する動態を一つのソフトウェアで表現したり、解析したり、マネージしたりできるようになります。で、このような、体制をまずシステムとして構築することが、できました。で、まあ、それを、今度は公開するためにですね、この統合データベースのこの BDM フォーマットで、一般公開するためのデータベース SSDB のデータベースを、開設しました。これは、ちょうど9月ですので1ヶ月前ぐらいですけれども、公開しました。で、ここではですね、先ほどのように、動態を BDML フォーマットで、保存し、それに付随する画像とかを一斉に公開するような、状況になっております。で、まあ、このデータベース、つまりその画像と、まあ、定量データがうまくリンクされて公開される必要があるので、まあ、そういうようなシステムアーキテクチャを作りました。まあ、これに関してもですね、データベースに関して詳しいポスターを用意しておりますので、そちらをご覧いただければありがたいんですけれども、少しだけポイントを言っておきます。で、それはですね、画像の管理です。で、画像の管理に関しましては、我々は今ヨーロッパを中心にですね、生物画像の、まあ、マネジメント等においてデファクトスタンダードにほぼなりかかっているオメロというシステムを採用しております。で、オメロの研究者と非常にタイトなコネクションを持って、持ちまして、このオメロのシステムと我々 の BDML で書かれた定量データがうまくリンクするようなスキームを作っております。それで、まあ、オメロの、まあ、一つのいいところは、まあ画像というのはさまざまなソフトウェアとかで顕微鏡会社が作ったりしますし、それからメタモルフの会社のソフトで解析するとそのフォーマットで吐き出されたりするんですけど、その、まあ、ほぼあらゆると言っていいと思いますけど画像の、フォーマットにこのオメロは対応しておりまして、それで、まあ、それを見たりマネージしたりすることができる。そして、まあ、今度逆にスタンダローンのソフトウェアとして生物業界で一番多分シェアが広いフリーのソフトウェアであるイメージ J とか、まあ、それいわゆるマトラブとかと、まあ、うまくくっつくことができるので、このオメロとこういう周辺のソフトウェアをくっつけるって動かしていくっていうのが多分今後の画像生命分野における画像のその中核的な方向性になると思ってまして、それでこちらのチームと組みながらシステムを作っております。それでこのようにして SSDB のデータベースの中に、まあ、画像情報そして定量情報を突っ込んでおりますので、それを今度データベースを検索したりした方は見たいと思いますので、ブラウザ上で、まあ、これらのデータを可視化していじったりすることができるような状態をすでに構築しました。で、さらにですね、まあ、RESTful API というものを用意しまして、まあ、これで構成することにしておりまして、つまり我々と違う第三者がですね、我々のデータベースにアクセスして動くような独自のソフトウェアを開発することが可能なような状況にしております。これはもう全て実装しております。まあ、このような状態、まあ、このようなデータベースのシステム及び公開の形式を構築いたしました。それで、まあ、先ほど調べましたキュービックのデータに関して、まず順次、格納を始めておりまして、まあ、これ、まだプロダクションが始まってないものもありますので、まあ、実はメジャーなものは僕のデータが多いんですけれども、ただ、徐々に、各自のラボから出てくるデータをこのデータベースの中に突っ込んでいる状態です。で、まあ、ただ、キュービックの中のデータというのはまだ未公開データが多いためあまりその集まらないので、もうすでに、来年度の予定だったんですが、キュービック外のデータを格納するというかアクティビティも始めておりまして、主にその公開されているデータですけれども、すでに公開されたデータに関して我々のフォーマットに、焼き直して我々のデータベースに、まあ、入れると
という作業を進めておりまして、まあ、これも実際には外国のラボがやはり多くてですね、あの日本のラボのプロダクションのものは少ないんですけれども、まあこれらのデータをもう、うちらのデータベースに入れている状態です。それで、徐々に、データベースの、あのデータそのものの公開も始めておりまして、これは昨日の時点ですけれども、まだ少ないですが、このぐらいのデータを、公開しております。それで、まあ、少ないんですけれども、まあ、グッドなニュースといたしましては、実はその、データ公開の内容を、組みますとですね、まあ、生き物としては、まあ、線虫とか、まあ、症状倍とかゼロフィッシュとかあるんですけど、まあ、その世界で一番有名なあのこの生命状態のデータで実はこの、2つのバオのグループのデータとケラーのグループのデータなんですけれども、これらのグループの、データを、まあ、フリーに公開することが可能になっております。あ、ちょっと順番間違えましたけれども、一応その論文で発表されている以上、しかもデータ公開している以上、配ってもいいとは思うんですが、最初の段階ですのでトラブルがあるといけませんので、各、研究者の方にですね、この我々のデータベースからこのフォーマットで公開していいかということを、個々に聞いて許可を取ってやっております。ですので、まあ、あの様々な事情で時間がかかっているグループもあるんですが、この2つのグループはあの承認というか了解を得られましたので、いいからその積極的なコラボレーション関係がもちろん持ててますので、これらを出すことができて、まあ、これらと、まあ、我々のデータが中心ですけれども、こういうデータをすでに公開しております。で、多分じゃなくて確実になんですが、これらの、要は公開されている同体のデータを、全て同じフォーマットで公開しているデータベースは世界で現時点で我々のラボのこのプロジェクトのデータベースのみということになっております。で、実際にどんなデータが公開されているかというと、これはその BDML のフォーマットで公開されているものを、まあ、可視化したものですので、あくまでも実際は座標情報が全部入っているんですけれども、まあ、大腸菌の一分子状態の、これはシミュレーションの結果ですけども、のデータとかですね、細胞核の、まあ、線虫の細胞核の分裂のダイナミクスのデータ、これも、細胞の核のダイナミクスのデータなんですけど、まあ、ちょっとその、核の変形がは、検出しないデータですけども、それからこれは症状倍のその核のダイナミクスのデータとゼブラフィッシュの核のダイナミクスのデータですけども、まあ、こういうデータは全部我々今 BDML フォーマットで、突っ込んでありまして、しかもこれを、まあ、座標も取れますしビューアーとして見ることも可能です。まあ、ここまで、まあ、このような形でですね、データフォーマットの統一に関する、取り組みを行ってきました。それで、当初の計画表を見ますと、まあ、来年度からキュービック外のデータベースを始めると言ってたんですが、まあ、ちょっとキュービック内のデータベースのデータ その量が少なかったこともあって、ちょっとアドバンスでこちらを始めておりまして、まあ、いずれにしろ、スケジュール的にはかなり、順調にプロジェクトは進んでいるように思っております。ただですね、この表のアップの絵の説明をしたときにですね、私あの最低限やることと言ったと思いまして、まあ、これはつまりこのプロジェクトの全部のやりたいことではなくてですね、本当にやらなきゃいけないことというのは、この生命状態システム科学というのはその計測と、いや実験ですね、それからコンピューターシミュレーションのモデリングです。それからまあそこからまあ再構築みたいな、再構成みたいなことを有機的につなげるための情報インフラを整えることが本来の使命だと思っております。で、その第一段階として最低限やることとして、フォーマットの統一があるんですけど、もちろんそれだけで終わろうとは思っておりません。で、ただ、まずは最低限のことをやらなきゃいけないので、かなり頑張ってですね、先ほどのようなことをやってきましたけれども、ようやくそのフレームワークというのもできて、もはやデータを突っ込める段階に入ってきましたので、我々の場合あと1年半このプロジェクトあるわけですけど、この1年半はこういうインフラを開発する、新しいアイデアを実装していくということに、費やしたいと思っております。で、どんなことを やりたいのか、あるいはやっているのかということを、あとの残りの時間でちょっとお見せして、話を終わりにしたいと思っております。一つ目は、これはもうすでにやっていることなんですけれども、表現型解析ツールの開発です。つまり先ほど申し上げましたように、いろんな生命の動態に関する
データを一つのシングルフォーマットでかけておりますので、ということは一つのソフトウェアを使えば、いろんな動態を解析ができるわけです。そこで、表現型解析、その BDML フォーマットに準拠した、表現型解析ツールを開発しました。これを使いますと、まだこれだけですけれども、これだけで、これ全部じゃないかな。だけど、細胞動態のさまざまな、要は特徴をですね、数値化することができます。でそれで例えば我々のデータの線虫のデータと症状外のデータに、どちらもこのツールを当てはめることができますし、あるいは我々のラブのデータと違うラブのデータを比較することもできます。こういうことをですね、このツールを使うとやれることがやれますので、こういうさまざまなツール群を増やしていくという作業もすでに始めております。でただ我々がツールを作るだけでは、実際にやりたい人が、待ちきれないという可能性もありますし、実際このツールは多少コンピューターの知識がないと、使えないというか、プログラミングの知識がないと使えなかったりもするので、もう少し簡単なこういうそのビジュアルプログラミングというか、コーディングをできない人がポコポコ組み合わせて、作れるよう、表現型解析のアルゴリズムを、実装できるような、多分ウェブのサービスになると思うんですけど、こういうものを、実装しようという動きも、行っております。でそもそもデータ自体も、要は我々の解析ツールを今度は使いたいという人が出てきてもいいわけですので、彼らが取ったデータをその我々のフォーマットに直すということが、ここまで持ってくる、各自のデータがその我々の BDML フォーマットになってしまえば、あとは我々の解析ツールを使い放題なわけですので、そこについての仕組みを考えておりまして、これは先ほどのそのオメロを使っている利点なんですけれども、オメロのシステムにその各自のデータを突っ込んでもらって、それでイメージ J とかマトラボで、特にイメージ J が一般の方は使いやすいと思うんですけど、それで、プラグインとかを使って、画像解析のパイプラインみたいなのを作ってあげると、自動的に BDML を吐き出すようにして、そこから、我々の今度は解析ツールが使えるような、スキームを作ろうとしております。ちょっと急ぎますけれども。それから、これだけだとなかなかその統合データベースは本体につながっていかないので、RDF における、よるデータベースの連携もプロジェクトとしては、取り組んでおりまして、今のところその表現型データでつなげるのがまず第一弾だと思っておりまして、我々のデータの表現型解析をした後のデータと、フェノーム統合データベースのデータに、RDF でつなげるというアクティビティをすでに始めておりまして、彼らの方のデータベースに我々のデータも突っ込みました。で、もっと本質的にはその計算とシミュレーションデータを、結びつける必要がありますので、その計算のデータとそれから実験のデータの中でその、実験のこのデータを再現するためのパラメータを、要は探索して見つけてあげるような、アルゴリズムというかサービスができるような、ものを、実装しようというふうに思っております。その他ですけれども、我々がそのモデルを使ってシミュレーションしようと思ったりする、例えばその細胞のレベルだとどんなパラメータ使ったらいいのかっていうのが大変でですね、一時僕らは実はその文献を調べて見つけてきたりしてるわけですけども、それを効率化するために、こういうふうに一回論文になったようなパラメーターが、ワンストップで見つけられるようなそのパラメーターのデータベースを作ったりですね、あるいはその計算モデルと実験計測のデータをこう似てるものを見つけてきて関連づける、ツールみたいなものを作って、このシステムバイオロジーじゃない、生命動態システム科学のアクティビティをサポートしたいと思っています。また、似たもの動画像検索とかですね、似たもの動態検索とかっていうのも、これは本当に役に立つのかっていう意見もあるんですが、こういうのも実装したら多分僕は役に立つと思ってるんですけど、こういうのも実装していきたいと思っております。最後のスライドです。まとめますと、とりあえずこの1年半の間で、この生命動態システム科学のデータベースを統合する体制と仕組みを作ることに、一段落ついております。もちろんこれからアップデートしていかなきゃいけないと思いますけれども、まずは動くものができております。そこで、理研のキュービックと、それから、国内外のパブリッシュされた実はデータに関してはもう我々のデータベースに入っておりまして、あとは各、研究者のデータ公開の、許可をいただければどんどん出せるという状態になっております。で、ここまでですから、これは地道に続けていきますけれども、今後は、このそもそものこの計測モデリング設計の有機的な連携を加速するための仕組み、新しいアイデアをどんどん実装していきながら、皆さんのご批判をいただいてアップデートしていきたいと思っています。そして、
まあ、今のところ我々が世界初のものなんですけれども、これを世界的に体制化するということで、コラボレーターもいますので、世界的にこういうその動態データを、まあ、共有していく、まあ、ちょっと大風呂式を挙げれば、その DDBJ と、まあ、エンブルと、ジェンバンクがやってたようなものができないかというものを目指して、動いております。時間長くなりましたけれども、以上です。どうもありがとうございました。